で空をいっぱいにしてやる。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろし術も。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍蔵。
ほら、食料を運ぶんだろ。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らは気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの日を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくと火に気を取られるから音を立てるのだ。食い物を探そう。ないな。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ない。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いざ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。中佐号、聞こえたか。4人、いや、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。
さあ急ぐぞ。手が来た、殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。竜蔵と話そう。
ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食い物は奴の腹ん中だよ。ダンサー、ダンサー。実は俺たちの食い物が。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。今回ってる。ねえ、前が先だ。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が乗ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。